ロッテの佐々木朗希が27日、契約合意の会見を行った。23年中に契約公開交渉を行わず初の越年となっていただけに、ファンからは安堵の声が上がった。球団 SNS が公開した佐々木と吉井監督のツーショットファン、一番見たかった写真、そして球団公式 SNS では、吉井正人監督と佐々木のツーショットを紹介。 ウエイト場で汗を流す吉井正人監督のもとを訪れた佐々木朗希投手と題して公開し、おう、朗希頼むで。と吉井監督、精一杯、頑張ります。と佐々木投手、優勝するぞ、と二人でにこり、と、二人のやりとりも紹介した。この投稿にファンからは、これを待ち望んでいた。一番見たかった写真。 もう最高、吉井監督らしい優しさやな、監督がウエとトやっててロウキ君がスーツで訪問してるのちょっと面白いな、このツーショット最高です涙、これが真実だね。優勝して快く送り出そう、ちょっと泣いた、家出してた息子を優しく迎える父みたい、などのコメントが寄せられた。